皆さんこんにちは、えー、VS コードの世界へようこそ <laughs> いきなり今までの動画から全く脈絡のない話を始めようかと思っているイさんですえー、今日は6月14日金曜日、えー、週末あっという間の一週間が過ぎてしまいましたが、えー、お元気でしょうか私は元気ですとりあえず、えー、生存確認のためにアップしておきます、えー、今日はですね相変わらず私の動画では 役に立たない役に立つ人は非常に、えー、世界で3人ぐらいだろうと思える、えー、お役立ち動画を作っていきたいと思います私には非常に役に立ちました私が4日間も悩んだことについてお話ししたいと思います、えー、私ですね最近いよいよ、えー、もういい加減あのアドビ系でですねイラストレーターとかオ、えートショップとか インデザインとか使うわけなんですがあのまあ特にイラストレーターでですね非常に細かい重複した作業なんかをすることも多くもう自動化したいなっていうのは常々思っていたんですがイラストレーターにもですねこういうアクションというような機能でズラッう登録してありますがあ,のある程度 Excel のマクロみたいにですね自動化処理をすることができるんですがなかなかかゆいところに手が届かないので実際コードを組んでスクリプトにして えー、本当に自分の思うような処理をしたいなって思うに至りまして勉強を始めようと、えー、60を目の前にして、えー、思い立ったわけですね。えー、で、えー、じゃあアドビ系のソフトでスクリプトアドビ系のソフトで使えるスクリプトを組むのにはどうしたらいいんだって言ったら、えー、VS コ、ねえードね Visual Studio Code っていうマイクロソフトの、えー、非常に素晴らしい ツールにこの Adobe が出している「エクステンドスクリプトデバッカーというこの拡張機能を入れればえ組んだねコードを実際のアプリケーションでチェックすることができるようデバッグできるよっていうことでえこれで入れてみました。でえ勢いさんでお勉強を始めながらえやったわけなんですが、えー 例えばですね残念ながらこういうコードを書きましたと言って、えーまあ、デバッグしようとしてもですね、えー、デバッグできませんでしたあ私の使ってるのは M1Mac の Air ですねで免許はねいまだに iMac Pro を使ってるんですけども、まあ、最近 M 系も使うことも多かったんで今後多分大多数がねあん板になってくると思うんで まあ、プログラムとかはこっち側でやろうかなと思った中で、えー、動かなかったんですよだからいくらコード書いてもねなんかわかんないんですよね、えー、どこがエラーなのかどこが悪いのかってわかんないんで、えー、困ったな困ったなーっていう中で、えー、デバッグできる方法をあげときます私が4日間かかりましたよかったですねこれ見れば分かりますはいでとりあえずですね、えー ビジュアルスタジオコードはユニバーサル版を使ってください。あのアンバ版使うと、えー、できません。で、えー、これを、情報を見ましょう。じゃん。はい。えー、ロゼッタで動かしてください。えー、ネイティブで立ち上げると、あの他は大丈夫なんですが、あのこの、この子。 このの子ははでででで、すす。ね、ア版では動かないですない、えー、ロゼッタで立ち上げてください。あのロゼッタで立ち上げるとネイティブじゃないんで結構時間かかっちゃうんですけども、まあ、最初の読み,込み読み込みだけなので、まあ、この子この子ねこの子を使いたい場合はアーム版でああまあじゃあロゼッタで立ち上げてくださいで、えー、デバッグするのにあの、まあ、簡単にね自動的にするためには あのまあこういうの大体あのなんかビデオを一生懸命見てると YouTube とか探すと出てきますあのローチ JSON っていうのを、えー、書いてあげると、まあ、F5 一発で自分の好きな、えー、アプリケーションでデバッグすることができるようになりますでこれこのコード探すのに、えー、私3日ぐらいかかったんですよねでこれはあの後で 書いておきますけど、えー、概要にもあとこのブログに行き明けたりまして河、えー、野祥二さん「コムっていう、えー、こちらに、えー、と2年前ですね、えー、デバッグのこのバージョン2が出た時に書いてくれたここのコードそのままいたてきましたありがとうございますあのさん。 大変助かりました、はい、でこれ、えー、まあ,あのブログ行ってもいいですし概要を見てコードそのままコピーしていただいても結構ですが、えー、それそのコードがままるるこれです、はい、でちょっとこれあのめんどくさいんで、うん、とそのままコピーするとあのイラストレーターでデバッグした後にこれだあのトゥルーにしとくとあのイラストレーターに変わっちゃうんで私めんどくさいんでこれフォルスに変えてるっていうそういうぐらいですと。はい なんか一回一回処理するごとにアプリケーションが前に来ちゃうのが面倒くさかったらこれここをフォルスにしてください。はい。でこれ私はフォルスにしちゃいます。でこれにこうして当然ながら JSON 当然ながらもう素人の時は分かんなかったですが素人というか初めての時は分かんなかったですがこの JSON ファイルが自分の組んだスクリプトデバッグしたいスクリプトと同列以上のところに えー、このロンジデーソンを置いてあげると、えー、全部同様にデバッグしてくれます。はいでこれを、えー、F5 あまあ、いいやこ,これとりあえずデバッグで,でさっきのロンジデーソンがここに入ってます。えー、ここでフォトショップを選ぶのか、えー、私はもうイラストレーターで、まあ、今はちょっとイラストレーター特化して、えー、コード書いてますんで,でここの緑のボタンをポチッてもしくは F5 を押していただくと。 ヘロっていうふうにアラートボックスが出てかつこのコンソールボックスにグッドヘロ o っていうのが出てくるという次第です。これであのデバッグできるようになるんでもし M1 系でえっと Adobe のデバッグ アドビーソフトのスクリプトを作んで、まあ、コードを書いて、えー、このエクステンドスクリプトデバッカーでデバッグしたい人についてはの M1 系ね M1 系の人えっとね俺インテルには入れてないんで分かんないんですけど多分インテルは動くみたいですけどねはいで、えー、の人についてはあのなんとも あともありがない話ですね、はい、このコード先ほどのブログのコードとあと VS コード自体を、えー、必ずユニバーサル版を落として、えー、ロゼッタで動かしてください。はいえー、これで君も、えー、全くあの私と同様 VS コードも スクリプトもコードもシステムも何も分かってないあなたもこれで入り口に立つことができると思います。それでは、えー、お互い頑張っていきましょう。それではまた。